はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時40分ですね、3月は15日のフライデーでございまして、上海いいですね。最近上海ばかり見てますけどプラス12と、まあ粘ってますね。香港ハンセンはマイナス323と、今日は結構下げてるんです。下げてるのに上海は保っているというですね。じゃあちょっといびつな構造になってます。もちろんね、両市場ですね、同じ銘柄が載ってるわけではないんですけどもですね、一応同じような動きをして当然と私は思います。同じ中国大陸の企業ですからね。で、ドル円も 148.30 と動きなしでして、ドルウォンも動きなしですね、1329と。今日は昼過ぎからずっとうにゃうにゃで動きはありません。はい。で、本題はですね、これ昨日かな、出た記事ですね、19時43分で、g.com、中国漁船また転覆台湾と。中国メディアによると、台湾が実効支配する金門島の沖合で14日、中国の漁船が転覆し、乗っていた6人が海に投げ出され、2人の死亡が確認された。中国の当局が捜索救助に当たったが、双方の争いに発展するような事態は伝えられていないということでしてですね、双方が協力して捜索していると、救助しているというような記事もありました。これね、またかっていう感じなんですよね。2、3週間前に同じような事件があって、中国の漁民が2人亡くなったというふうに言われています。で、2人台湾側に保護されたんですけども、まあそれはもうすでに送還されたと。どうやらそれは漁船ではなくてですね、スパイ船ではなかったかというような記事もありました。で、ふーんと思っていたらですね、また同じようなことが起こって、今回も2人が亡くなっていると。何をしてるんやろうなという気がしますね。で、この金門島というのはですね、中国大陸に張り付いてるんですね。で、一番狭いところで2キロしかない。もう見えますよね。もう人の動きまで見えるぐらいに見えますよね。それくらいの近さでですね、昔はですね、お互いに時間を決めて対応法を打ち合っていたんですね。時報みたいなもんでですね。まあ、それはもうなくなって久しいんですけどもですね、中国がですね、台湾に何かを仕掛けるとしたらですね、おそらくですね、この金門島を最初にやってしまうんちゃうのかなというふうに言われています。で、なんて言いますかね、台湾側をね、その金門島の住民ってもともとそのなんていうかな、そのもともと普通の島民なわけですよ。これはたまさかですね、台湾側の支配を受けているというだけであって、たった2キロですからね、1日何往復でもできるわけですよ。で、みんな親戚は大陸側にいたりするわけでして、元の住民の子孫たちはですね、別に僕ら中国側でもええやんというふうに思ってるわけです。昔ね、まだ中国よりも台湾が豊かな時代があったんですね。その時代にはですね、俺らはこっち側やというふうにしたらしいんですけど、今はもう変わらないし、どっちかというと中国側の方がリッチになっている人が多かったりします。なんでですね、もう別に中国でもええやんというふうにですね、考えている住民も多いしですね、台湾も、失礼。そこをですね、何が何でも守ろうというですね、どう言いますかね、モチベーションではないんですね。なんで、もうしゃあないかなと、取られてもしゃあないかなみたいなですね、雰囲気があります。なんで、もし何か起こればですね、あっさりとですね、中国側になびいてしまうんちゃうんかなという気はしますね。いろんな意味ではですね、しゃあないなという感じですね。ただ、それを始めるとね、お前らやったやろということになってですね、一気に緊張が走るのも確かです。いわゆる平和を生み出すわけですからね。今まででもね、たった2キロでしょ。それを仕掛けてこなかった方は僕にとっては若干、不思議なんですけどね。
若干不思議なんですよ。なんで今までやらへんかってるのと。まあ昔はね、前にも言いましたけど、海軍がなかったんでね、あの中国側に。でももう海軍は20年ぐらい前から台湾を圧倒するレベルにはですね、できているわけなんですよ。それをこう今まで作戦をしなかったのが不思議で。ただしね、この最近のね、その前回のですね、4人が乗った漁船と称する船が転覆してですね、逃げる途中で転覆したそうなんですね、台湾側に追い立てられて。でもそれ漁具は積んでなかったっていう話もあるんですね。で今回はまたでしょう。で、その間台湾側の船が中国に臨検されたりもしてるんですね。ということはですね、中国側が積極的に仕掛けてるんちゃうんかなという気がしなくもないんですよ、はっきり言って。とすると何かね、こう仕掛ける理由を探してる可能性もあるわけでして、でそうなるとですね、どういうのかな、もしかしたら始まるんちゃうかなという気がしなくもありません。でそれを理由にね、お前らって変なことしてるやろみたいなことを理由に金門島を取りに行く。あの作戦自体は至って簡単で、たった2キロの海峡を越えていけばいいわけであって、台湾側もですね、ほとんどそのなんていうかな、あの防備にですね、なんて言いますか、あの強い鋭いなんて言いますか、勢力を置いていないわけなんですね。なんで、あのそんなに難しくはないんちゃうかなという気もしますしね。まあもしかしたらだから始まるのかもしれません。でも始まったら一気に緊張しますよ。うわ、来よったみたいになってですね、当然あの台湾は抗議するでしょうしですね、アメリカはですね、空母打撃群をですね、台湾海峡に派遣するかもしれません。70何年ぶりぐらいにですね、台湾海峡に第7艦隊が来るというですね、こう凄まじいことになるかもしれません。そうなったら一気に緊張はビリビリになりますね。株価暴落するかもしれません。あのね、台湾で何かあってね、日本とアメリカが巻き込まれるとね、これは日本の株式市場にとっては大きなマイナス要因なんですよ。まあ、不動産価格も下落する可能性がありますね。まあ、だからそれは分かりませんけどもですね、でもまあ中国はでもですね、あのこの目の上のたんこぶみたいな金門島を取ることによってですね、まあ習近平はですね、ちょっとは国内に対してですね、俺やったぜ、俺やってんでみたいな、それを示せるんでですね、まあ多少のメリットがあるといえあるのかもしれませんね。はい。まあ分かりませんけども、とりあえず何かの前兆、この前事故が起こったばっかりやのにですね、またね、やらかしてるということはですね、何かですね、考えてるのかもしれません。まあそれは分かりませんけども、今後の動き次第ですね、あの中国がギャー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 言ってですね、軍隊を出してくるようなことになればですね、中国は何か やりよんでというようになりますし、ただお互いにですね、抗議をするだけで終わるんであればですね、まあまあいつもの事故かなということになりますけど、ちょっとね、こう連続しすぎてるような気がします。まあそこがちょっとですね、気になるかなという感じですね。はい。まあということでですね、これね、昨日私が見た時に比べてね、記事がね減ってるんですよ。なんかまずいことあったんかなという気がするんですけど、まあとりあえず gg.com ですね、中国漁船また転覆台湾というこの記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。